日の企画は抜き打ち検索履歴チェック方たちが最近検索したものをねえやだえやりたくないねえ、うん、何調べたか すみませんこれをやられたらあなたはどう思いますかえこれマジでガチですよこれ私たちもやばいですか撮って大丈夫え消してるよ絶対絶対プライベートモードだあそうだプライベートモードじゃあやっていきますかはい、はい、せーのレッツゴーレッツゴーバミュン間違えた。ハイデモーション。はいということで、携帯を見ていく人、主にこうスクロールしたりして見ていく人を一人決めていきたいと思います。はい、せーの、最初グーじゃんけんぽい。はい、グーでしょ。うわー。はい、グーでしょ。お、姉さんか。じゃあ姉さん前どうぞ。じゃあ今度は携帯の中身を見られていく順番。はい、せーの。よしよし、グーじゃんけんぽい。ねえ、やだー。はい、これがマルちゃんの。あ、でも最初はドンキ渋谷、ね、やっぱドンキ超一本。いや、今日はあの買い物しに行ってたから。あ、そうだよね。でもなんか沖縄はめっちゃ多いです。どこ行くの？チキン南蛮本場。あのみんなでチキン南蛮食べたじゃん。先生の時、あの味が忘れられなくて、同じ味を東京で食べないから。じゃあ長崎の方は食べたくてってこと。そう、行ってないな。あ、見なかった。私とこから行った。いた食べた。多分3人あー、三鷹の森美術館、行きたい、ね、え、でも行きたいなーだよね。でもなんか、え、これでも変なこと調べてないよ、ね、ジブリ、なんか影響されたムーミンもいるよ。ミュージアム系を行こうとしてますね、まるちゃん。え、ムーミンパークですか？お願い、ムーミン行きたい。調査兵団コスプレやめて。だって調査兵団のコスプレしたい。やだ。結構ずっと怒ってる。まぶたかゆい腫れてる。まぶたかゆかったんだね。ね。マジで検索ね。ね、猫の次はカレンねえ、やだいらっしゃいませ、お預かりいたします。あ、みなみがガチやだね、上の方でもうやだ。ずっとみなみが見ていけばいいどうした？なにこれ、すーちゃん、どうしたの？私腰にやりっぱなし。ねえ、説明させてください。あの家族で3日間ゴールデンウィークの29、30、1日で旅行に行ったんです。南伊豆の方に、家から静岡までずっと車で、大変でも大変で、ずっとこう座りっぱなしだったね。本当お尻がずっと痛かったので、こうやって座っててっていうのを3日間4、5時間を3日間続けてて、家帰ってきてお風呂入ってなんかお尻痒いなと思ってこうやってやったらガリってなったんですよ。で、痛すぎてこうなって何と思って見たら、鏡越しを見たら赤いポツっていうのが1個できてて、痛い、何これって思って調べたら、お尻座りすぎで蒸れてなんかちっちゃいのができちゃってみたいな。で、これはなんかばい菌入ったと思ってゴシゴシ洗ったら悪化しちゃうから、そうなんだ、泡立てて優しい泡でお尻を吸い込むといいよ。え、吸い込んだ？吸い込んだ。でもね、お尻座りすぎでなれば痛いよね。マジで痛い。なんとも分かる。なんとも分かる。頭のイボを取ってもそこにはまた毛が生える。え、そうなの？なんか私とお母さんが全く同じとこに生まれつき赤いピンクのイボがあるの、で、ヘアメイクさんに髪とかしてもらってた時とかにいつも引っかかって、ごめんなさいって言われるの。私痛くないのさ、これ、そう、痛くないの。だからなんだろうと思ってて、でもこれをね、邪魔だから取りたいってレーザーしたらここの毛がなくなっちゃうのかなって思って、一旦剥げるけど、そうで調べる。そういうことなんだ。芋とかさ、ほくろってさ、自然って言うよね。言うよね。わさびのこと。え、そう、だから南伊豆にわさびミュージアムと明太パークがあって。え、すごい。何わさびミュージアムって。
アングリーバード。まあ、懐かしい。アングリーバード。なんかゲーム。アングリーバードに似てるねって言われて調べたんだけど、ちょっと見てほしい。可愛い。このアングリーバードって怒ってるさ。可愛い眉毛ないけど。可愛いんだよ、アングリーバード。可愛いよ。でもなんか不審なものはありませんでした。ないね。でもちょっとイボ系恥ずかしかった。気になる明かりの。いろいろ恥ずかしいな。明かりやばそう。グランベリーパークって何？町田の行きたいグランベリー。ケンタッキーの食べ物。そうそうそう。あれじゃん、あのね、アウトレット。ああ、そう、アウトレットって行ったことない。行きたい。排水口ゲロ臭い。排水口ゲロ。排水口風呂。排水口掃除風呂。何何何何。臭かった。めっちゃ臭かった。めっちゃ臭かったな。これを読めば足つぼ博士。押すと痛い理由。やってる？やってる。足つぼ足つぼ足つぼ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、こっちになります。同姓同名、同じ生年月日のベトナム人女性、別人の…なんか出てくるじゃん、こういうなんかニュースみたいな。え、見たくならないこれ。ねえねえねえ。またねえ、いろいろやめて。互いって何？物に当たる行為。そう、互いってね、検索に。なんか本当にやめたいから良くないんだよ、私のスマホ。え、良くない。いや、待ってよ、本当に良くない。この辺マジやばいよ。世界大会やってるんだよね。日本のチームかなんかが多分3位に入賞したかなんかで。ヤフオクにある。ヤフオク。愛活のカード。そう。いや、怖ですね、姉さん。なんか自分の家を掃除してたら、いろいろそういう昔にやってたゲームのカードとかいっぱい出てきて、売ろうとしてる。売ってんのかなと思ってちょっと見てたら、こんないっぱい出てきた。エペ。エペ。あ、すごい。仕事エペ。さすが、お仕事関係ですね。すごい、仕事熱心です。あ、香水出てきました。あ、そう、この香水は、あのね、あれなんだよ、廃盤になっちゃって、パパが一番好きだった香水って言ってて、これが廃盤、そう、パパが好きなやつで、でもこれが廃盤だからないから、この匂いに近いやつないかなって言って、アマゾンだったら売ってるでしょ、みたいな感じでいろいろ調べたけど、どこにも売ってなくて。あるよね、そういう匂い。そう、未だに見つかってない。ちょっとこれを見つけてあげたいんですよ。ちょっと、ホットはいい。もしかして、あの、いじめられる夢でも見たの？あ、そう、いじめられる夢でも見たの。かわいい、かわいい。夢占い、いじめられる夢の印象。わかる、わかる、夢占い調べてる。何かあったら困ると思って、夢で調べた。めっちゃいい、ゲームばっかな。ね、ゲームばっか。好きなものが溢れてた。クリーンな感じですね。二人とも反対でしたね。やめろやめろ、ほんとに。ほんとに、ほんとに、ほんとに。ココちゃん。暗い？あ、うん、大丈夫。ミニチュアダックスフンドの年齢は人間だと。あ、そうか。ペットが誕生日なんですよ。17歳の誕生日。おめでとう。ありがとう。COD、COD、COD、最強武器ランキング調べて、全部パックして、あの、あれ、カスタムした。やるやる。大人のピクニックデートだってよ。え、めっちゃよくない？デートするの？だって女の子って調べても出てこないんだもん。確かに確かに。ピクニック女子旅みたいなの出てこないもんな。絶対出てこない。NCT もいる。あ、これライブの、あ、もうない。もう、すごい。 NCT のライブ DVD が欲しくて、3年前のライブの DVD が今さら欲しくなったから、いいなと思って。いいね。以上になります。以上じゃない。この綺麗。マジで消すんだよね、心。え、私も今日から消そう。常にね、警戒心を持たないといけないんですね。警戒心は持ってないんだよ。癖なのよ。ゴーエモン。はい、ということで全員見終わったんですけど、誰が一番良く。じゃあ指さす。あ、そうしよう、そうしよう。せーの。内容についてはもう言い訳することはないですね。面白かったね、こういうやつが。知見新鮮で、新鮮。はい、ということで今日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。みんなの検索履歴面白かったなと思ってくれた方はグッドボタン。